エッジによるスピアー。スピアーは、プロレス技の一種である。スピアータックルとも呼ばれる。助走をつけて走り、ラグビーや、アメリカンフットボールのタックルのように低い姿勢で、相手の腹部へ肩、頭からぶつかっていく、体当たり技、テイクダウン技である。スピアーの起源はラグビーで使用されているタックルの一種で、ある、スピアータックルをプロレスに応用したもので相手に低い。 体勢で飛びつくと同時に両腕で相手を抱えて持ち上げるものであった。1980年から1996年までは使用者が少数なつなぎ技であったが1997年にアメリカンフットボール選手からプロレスラーに転向したゴールドバーグが使用してから一躍知名度と使用頻度が高まった。ゴールドバーグはスピアーのことを 頭を武器とする危険なタックルと定義している。アメリカ出身キャッチアズキャッチキャンレスラーのマーティン・ハーマー・バーンズは1912年の著作レッスンズ・イン・レスリングフィジカル・カルチャーで自身が開発した技としてバックホールド・ウィズ・ヘッド・アゲンスト・オポーネンツ・チェストというスピアーに似たテイクダウン技を紹介している。レスリングでも自身の頭を相手の胸や腹に押し付けながら ダブルレッグダイブを決めるスピアーダブルレッグという技があり、これを遠い間合いから決める場合は、スピアーと同様のフォームとなる。ありがとうございます。